はい、どうも、ゆきよでございます。はい、今回はね、前回ちょっと、ZOZO スーツで計測をして、ZOZO の商品を頼んだんだけど、前回はちょっと T シャツとデニムを紹介したんだけど、またちょっとね、それにプラス一品頼んでるのがあったから、それが届いたので、紹介したいと思います。買ったのが、このオックスフォードシャツのホワイト。まあなんかね、まあカジュアルでもちょっと、綺麗めでも使えそうだから買ってみた。で、今回はですね、前回の動画で説明したように、私ですね、非常に首が太いんですよね。なので、ちょっとここに書いてあるんだけど、まあ首周りっていう部分だけを、ちょっと、サイズを変えてですね、ちょっと太くしました。40センチにしたんでね。で通常だと、なんかサイズで測って、ZOZO スーツで測ったやつだと、なんかこれ35弱ぐらいで5センチぐらい下がったから、いや首はちょっとどうなんだと思って、ちゃんと首を測ってやったら40センチぐらいだったから、ちょっとそれに変えて頼んでる。あとは何も変えずに、この ZOZO スーツで計測した、自分サイズのやつでやってみた。そう、これね、この首周りだけをちょっと調整しました。あとは全部ね、もう普通の何もしないで、スタンダード、カスタマイズしないで頼んでます。ステッチ幅も変えられるの？そういうこと？なんだろう、すごいね。ポケットの大きさ、位置も変えられるんだっけ？もうすごいね、なんだ、究極のスタンダードですよ。もう究極のスタンダード。ちょっとそのセリフいいな。はい。まあそういう感じだね。そう、これを頼みました。うん、カスタマイズしたからどんな感じかなと思って気になるから、ちょっと着てみようかなと思って、そう思ってたんだけど、おー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 、よっしゃー、びっくりした。急に天気悪くなってきたと思ったら、ザザン降ってきたわ。届いたから開けるね。よいしょ。これはどんぐらいだろう。でもこの前動画でやった、あ、これ T シャツ、これこの前の ZOZO の T シャツと、今デニムも履いてるけど、これと同じ時期に頼んだんだけど、届いたの、あれ注文したのが7月21日で、届いたのが8月4日だから、まあ1週間以上ちょい経ったかな。まあなんかパターンアウターだから、もし型があったら来るんだけど、ちょっとカスタマイズしたからあれなのかな、なかったのかな。まあいいや、開けまーす。一枚あとさ、オックスフォードシャツ、イエス、それです。あ、価格はね、3900円。まあそこそこって感じだよね。そこそこって感じってなんだろう。曖昧な答え方してる。そしてだ、こちらね、これはオックスフォードシャツ。まあ見た目はもうスタンダードなシャツなんだけど、まあどれだけカスタマイズをして合ってるかどうかっていうところを、あげなし。まあそうだね。まあ夏に着るっちゅうのじゃないかもしれんけど、この真夏に頼んだ。で、着れるっちゅうあれじゃないかもしれんけど、一応ね、試しにね。よいしょ。はいよ、こんなんじゃね。まあ生地感やっぱ少し分からんか。生地感こんなんか分からないけど、少しやっぱ暑いかも。なんかうん、まあでも普通に何でも使えそうな感じのシンプルスタイルだよね。よし、じゃあ着てみよっかな、とりあえず。あーやべ、ボタンか。いやでもすごい生地感はいいな。なんかしっかりしてる、この生地。よし、はい、ここまで。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、今この時点で一瞬分かっちゃったな。ちょっと待って、いや、ちょっと待ってね。あ、でもどうだろう。あ、全体的にはちゃんとフィットしてる感じはする。肩幅とか動きやすさも全然大
大丈夫で、袖丈もちょうどいい感じだね。うん、悪くない。こうやって時計見るときも入れるし、あ、いい感じ、袖丈いい感じだ。うん、問題の首なんだけどさ、俺も一瞬分かっちゃったんだけど、これね、これね、上までがっつりは一生締めれる。だから、そう、多分サイズはちゃんと上を40にしてやってみて全然良かったと思う。でも一応締めれる、うん、上までちゃんと締めれるから、まあこういう感じだから一応全然いいかもしれない。うん、ただやっぱね、ちょっとね、若干きついだからそれはね、俺のミスだね、多分もう少し大きいのにすればよかったわ。42とかかな、もしかしたら。42にすればもうスッて締められたかもしれない。ちょっとね、ギュッて締め付けてね、やってる感じだから、ちょっときつい。まあこのシャツは上まで締めて、ちゃんとなんか、着るっていうのじゃなくて、まあ上のボタンは1個くらい外すもんね、大体ね。うん。で、そう。こういう感じで多分やった方がいいんじゃないかな。まあここがもう、この、何ボタンネック、なんつうんだっけこれ、ここのボタンがやつだから、まあ別に上まで締めなくてもちょっとしてフォーマルっぽく上外しても見えるから、まあこれはこれでいいのかな。あ、でも首は多分ちゃんと40にしてくれてるんだと思う。だから普段自分が買って着るシャツ、ちゃんとここら辺がしっかりあって、着るシャツの場合は本当に俺首とか全然締まんないんだけど、まあここはね一応締まるぐらいにはなってる。こうやってパチってね、それでも、締まるけど、きつかったわ。だから、ちゃんとしたシャツ。本当に、ここを締めて、着るシャツを買うときには、ちょっともう少し太めでカスタマイズした方がいいっていうことだね。それが分かったってことだ。はい。ありがとう。おい、きついです。はい。っていう感じなんだね。うん。一応ね、首は多分かなり、調節してくれたから、いい具合になったんだけど、若干ちょっと自分の、数値ミスというか、もう少し大きくすればよかったっていうのが分かったから、まあいいかな。うん、これはこのままこれで着れそうだから、まあすごいなんかいい感じだと思う。なんかちょっとフォーマルっぽくも着れるし、まあちょっとね、まくったりして、カジュアルに普段使いも全然できそうなシャツ。どんな時も使えそうな感じだから、まあいいと思う。で、生地感がすごくいい。うん。これはね、いいと思う。うん、ただ暑い。ちょっと暑めだから、やっぱ夏ではない。今買っちゃったけど、これもう少し秋口だね着るとしたら暑くなってきちゃったもん、冷房ついてるね。それはまあまあ買って、あとはもうちょっと寝かせて、うん、秋に着ようっていうことでいいかな。はい、っていう感じ。まあちょっと簡単なレビューになっちゃったけど、こんな感じでした。まあ皆さんもね、自分のそう体のその特徴があるだろうから、それに合わせて買ってみて見てもいいんじゃないかなと思います。うん、まあ意外とちゃんとしっかりサイズも直してくれていい感じだよっていう動画でございました。はい、ではまた、何かレビューとかもやっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではここまでご視聴ありがとうございました。ゆきよでございました。じゃあね、バイバイバイ。